ちょっとトイレ。水原が光りすぎて俺の闇が目立つ。はあ、同棲やら結婚やら夢みたいな話、レンタル彼女だっつうの。にしてもさすが水原だ。一挙手一投足がまさにプロの彼女。ばあちゃんもすっかりいつもの調子に戻っちまって、一時はどうなるかと思ったけど、水原来てからはルカちゃんもすっかりおとなしくなったし。お？ああ、ルカちゃんもトイレだったんだ。次入っていい？お、ごめん、入るね。え？ああ、ネクタイ？ありが…お、え？時計、アンティークで素敵。あの時計は店を始めるときにじいさんと二人で買ったものでな。へえ、綺麗な音。